中京競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。アーバニティ、好スタートを切りました。ファーショーブ、この馬も好スタートを切りました。古豪アーバニティ行きました。続いていくのがアグネスジェダイ。大方の予想通り先頭に立ったのはアグネスジェダイ。内を通ってダルケット、この位置にソリッドオーキッド。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はアグネスジェダイ、ここで先頭が入れ替わりました。ソリッドオーキッド、アグネスジェダイ2番手に控えました。さあ、金シャサの奇跡上がっていきました。3番手に金シャサの奇跡、絶好の手応え。さあ、いよいよ直線の攻防。先頭に立つのはソリッドオーキッド、外から勢いよくレッドスパーダ先頭。残り 200m、 しかし後続も足を伸ばす。鈴鹿コーズウェイ追いすがる。先頭はレッドスパーダ、レッドスパーダ1着、レッドスパーダ2着、鈴鹿コーズウェイ3着にシルポート。このレースを制したのはレッドスパーダ。札幌競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。どの馬が先頭に立つでしょうか。ゴールドアクター、前に行きそうです。リアルスティール、それに続いています。フェイムゲーム、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。先頭はディアファル、短期の逃げに持ち込めるか。外を通ってゴールドアクター、外にはアルアイン、内を通ってエアスピネル、赤の帽子サトノノブレス、その後ろからはリブロス。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のディアドラ、現在先端に取り付いています。その外からリアルスティール、里のクロニクル、すぐ後ろ内からはアデイインザライフ、その隣にフェアリーポイント、その外にウィンブライト、内からレイデオロ、その外からリーピングベアラー。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。これは縦長の展開です。ウィンストンダグ、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。ここでシャトノノブレス先頭に変わりました。まだ粘っています。さあ、シャトノノブレス上がっていきました。アルアイン3番手、ディアドラ、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。アルアイン、このまま行けるでしょうか。間が空いてディアファル、離れてシャトノノブレス、短い直線に入って後続は届くかどうか。アルアイン先頭、リマシンほどのリード、しかし後続の手応えもいい。リーピングベアラ前を伺う。アルアイン勝ちました。2着争いを制したのはリーピングベアラ、勝ったのはアルアイン。ディアドラ3着にとどまっています。Thank you.